はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ヤスでございます。白血病と予防生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画のね、白血病やがんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらえますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、僕ね、骨髄移植をしてからね、その日にちをねカウントしてたんですけどもね、途中ね、そのカウントをね差が読んでてね、11日多くそのタイトルとかねサムネイルに、ね、書いてたんですわ。で、昨日の動画で700日を書いてあったんですけども、正しくは689日でした。なので今日は動画は690日目でございます。すいませんでした、今日の動画のタイトルやねサムネイルを見てね、あれってこう思った方もねいてるかもしれませんが、今日から正しい表示でやります。またね、今後間違えるかもしれませんけども、その時はまたね修正しますのでご了承ください。でですね、今日はね、皆さんお待たせいたしました。待ってないかもしれませんけども、健康志向の方なら必ず耳にされたことがある、飲んだ方もいている、その酵素ドリンクのお話でございます。酵素ドリンクっていいですよね。その酵素ドリンクっていうのはその名の通りですね、酵素が入ったドリンクなんですけども、ジュースもあれば、粉末でね、水に溶かして飲んでとか、お料理にこう入れてそのままね、食べれるやつとかもありますよね。炭水化物やビタミンなどね、その栄養素がたくさん入ったすごく体にいい製品です。普段からね、なかなか炭水化物やビタミンなどの栄養がね取れてないなって思う人ならね、ジュース飲むだけとかね、その水やねお料理に混ぜたらね簡単に栄養が取ることができますので、手軽に簡単なので、生活の一環としてね取り入れてみてもいいんじゃないかなって思います。ほんでね、酵素ジュースっていうのはですね、酵素が入ってるんですけども、その酵素はね胃の中に入るとですね、胃酸とかね、その胃の中のペクシンとかでねアミノ酸に分解されますので、アミノ酸とビタミンなどの、ね、栄養をこう摂取できる、ね、素敵な、ね、製品として、ね、知られてますね。酵素って、ね、アミノ酸の一種なので、体の中に入るとね、この胃の中ではね酵素の状態からねアミノ酸に分解されますので、アミノ酸として体が吸収します。なのでアミノ酸として働いて効力を発揮してくれることになりますね。ほんまにね、手軽にねアミノ酸とビタミンなどの、ね、栄養を、ね、摂取できるね、素敵な、ね、製品なんですよ。ちなみにですね、人間に必要であるその酵素っていうのはですね、体の中にあるもんなんですよね。もともと体の中にあるもんなんですよ。体の中にある酵素はもともとその自分の体の中で自分の体に作用する酵素として作られて分泌されるものなので、自分の体にあって酵素として働いてくれるんですよ。で、その分泌を良くして酵素をしっかりと働かせたいのであれば、よく耳にされると思いますけども、バランスのいい食事にちょっと野菜多めがいいみたいなんです。なのでね、野菜多めの食生活をね送ってください。そしてね、野菜多めの食生活がなぜいいのかと言いますとですね、その野菜から摂取できるね食物繊維がポイントなんですよ。食物繊維はね、その体の不調をねいい状態に整えてくれます。食物繊維をしっかりとってね、食物繊維がね腸内環境をね良くしてくれますので、その腸内での栄養の吸収や酵素の働きを良くしてくれます。そもそも食物繊維ってどんなものなのって話なんですけども、例えば野菜ジュースとかのそのね、口触りでザラザラしたりドロドロしたりシュルや感じるやつあるでしょ。シュルやってそれ感じるやつあるでしょ。であれがね食物繊維なんですよ。そのわざわざねこう逆に飲みやすくするためにね、そういったザラザラやドロドロをね取り除いたものとかね、各健康的なジュースとか粉末状のものとか、先ほどのね酵素ドリンクもそうなんですけども、そのタンパク質や炭水化物やビタミンなどの水溶性のねものはね、摂取できるんでしょうけど、食物繊維っていうところはね取りこぼしてしまってるんです。もうせっかくね腸内環境を良くしてくれるね食物繊維やろうね、もったいないんですので、そういったね健康的なジュースをね飲む場合にはですね、できるだけザラザラやゾロゾロもね一緒に飲めるタイプをね選んでもらうか、ご自身でねスムージーを作ってもらうかしてね飲んでください。ほんでね、食物繊維を摂取することによってですね、腸内での消化酵素が働いてくれて、腸内細菌が食物繊維をこうしっかり消化してくれて、腸内環境がすごい良くなって、腸から
からね栄養が吸収されやすくなって各臓器に栄養が渡ってね体の機能がね良くなっていきます。ほんでね食物繊維がね消化された時にね出るね短鎖脂肪酸の酪酸っていうのがあるんですけどそれが出てですねその酪酸が脳に働きかけてくれて食欲を抑えてくれると言われています。なのでねダイエットにも効果的なんですよ。ほんでその血糖値も抑えてくれるしねインスリン抵抗性も良くしてくれるので肥満やね その先にある糖尿病もね防げることになります。インスリン抵抗性っていうのはですねインスリンに対する感受性が低下してインスリンの作用が十分に発揮できない状態でねその肝臓や筋肉とかね脂肪細胞とか脂肪の細胞などでねそのインスリンが正常にね働かなくなった状態のことを言います。でそのインスリン抵抗性があると食事でね高くなった血糖値をね感知してねその膵臓からインスリンが分泌されたとしてもその筋肉がね肝臓がね血糖値のねブドウ糖をね取り込めないためにね血糖値が下がらずにですね糖尿病の発病につながるんです。怖いですね。まあ今の話はちょっとね怖かったんですけどもね食物繊維っていうのはさらにですねカロリーの吸収もね防げてくれることがね分かっているのでほんまにダイエット方法としてはね食物繊維を摂取することはね必須なんですよ。他のよく聞く〇〇制限とか〇〇カットとか低〇〇ダイエットとかのダイエット方法もねよく聞くんですけど聞くでしょ。でまあもちろんねその〇〇っていうのを食べ過ぎるよりは、まあ、制限したりカットしたりするのは少しはいいかもしれませんけども、まあ、そんなねダイエット方法やね断食方法よりもね健康的に効果が出るよっていうふうに言われている食物繊維をしっかりと食べるという戦法でね自分の体重とね戦ってる方がねいいんですよ。まあそのねカットする丸々っていうのもまあ体にはね多少たりとも必要なんでね。まあねそういった時にこう同じように歌われている健康的なドリンクとかっていうのはねまあサラサラの感じの材質が多いんですけどもまあね、そういう風なのをね飲んで健康的になれるよって、まあ、もちろん栄養があるからすごいいいもんなんですよ。それもねしっかり栄養取れるんでね。でもね食物繊維が入ってないので、まあ、それをね知らずにたまたま取りこぼしてしまっていてはですね、まあ、ちょっと健康的にはちょっとね足りないかなっていう風に思うんでしっかりと食物繊維をねほんまに食べてほしいです。ほんでねその先ほども言いましたその腸内細菌ってあるじゃないですか。でその腸内細菌っていうのが食物繊維を消化してくれるのにしっかりと働いてくれるので便通も良くなるんですよね。まあそれに関してもそうなんですけど、ね、野菜多めの食事に関してはですね僕が身をもって体験しておりますのでね本当に自信を持ってねおすすめできます。今日はね便通が悪かったなとかちょっといつもより体がだる重いなって思った日はですねあそういえば昨日野菜全然食べてなかったわってね思い出すこともありますのでその野菜を多めに食べることに関しては本当におすすめです。で野菜多めってどれぐらいなんかっていうかねどれぐらいから始めたらいいのって感じなんですけども例えばねご飯屋さんに行ってサラダ頼むでしょ。サラダね野菜サラダ野菜のサラダは野菜サラダですけども、まあ、大体そのメニュー見てサラダをまあ1種類から2種類を注文すると思うんですよ。まあ多くても2種類かなね、まあ、人数にもよりますけどもね、まあ、最初はいつも注文する数よりもねもう1種類か、まあ、同じ種類でもねいいのでもう1個くらいプラスして注文するぐらいからね始めてください。まあ最初はねいつも注文する数よりももう1種類か、まあ、同じ種類でもいいんでもう1個くらいプラスしてね注文するぐらいからね始めてください。いつもよりも1種類多くかいつもよりも1個多くね頼んでみてください。まあ両方ともね1個多くなんですけども、まあ、それぐらいから始めてください。それだけでもね体はね本当に変化していきますのでね。ちなみにねラーメン屋さんに行った時はですねそのラーメン単品の人とトッピングで野菜をラーメンにたくさん入れて食べた人とのね血糖値の上がり方をね比べるとですねトッピングで野菜をたくさん入れて食べた人の方がね血糖値の上がり方がラーメン単品で食べた人よりも低かったんですよ。これはね単品のラーメンが普通の醤油ラーメンに対してトッピング野菜他の、煮卵とかねメンマとかチャーシューとかあるじゃないですかそんなのわーって入れた、高カロリーのイメージのある豚骨ラーメンとかであってもですね
血糖値の上がり方に関しては同じ結果が出てるんですよ。こっちのね、具沢山豚骨ラーメンの方が血糖値の上がり方がね、低かったんですよ。ラーメン単品の方がグッと上がったんですよ。これはね、結果的にはですね、トッピングしまくった豚骨ラーメンの方がいっぱい具沢山なんで野菜とか入ってるんで、バランスのいい食事だったんですよね。しかも野菜多めやし。まあね、ラーメンのね、食べ方によってね、そんだけ血糖値の上がり方が違ったりするってことは ね、そのやっぱりバランスのいい食事の方がね、体にも良かったよっていうことが分かりますよね。なのでね、食事をするときはですね、ぜひね、できるんやったら、健康的なね、ジュースを飲んだりね、酵素ドリンクを飲みながらね、ビタミンなどの栄養をね、同時に摂取しながらですね、バランスのいい食事と、まあ、野菜多めのメニューでね、しっかりと食物繊維を摂っていてください。まあ、そんな感じでね、気をつけてね、皆さん食事の方をね、摂取していってください。今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。